もう6辺より上かね。アウトサイドのクロスをウェルベックが決めてたらな。あれすごかったね。三笘は左サイドから右足のアウトサイドうまいよね。現代サッカーだとゴールアシスト以外のデータも重要視されるよな。三笘 AI 採点でも最高評価。突破力は川崎時代と変わらないけど、相手が戻りきってる狭いライン際をえぐった後がゴールやアシストになってないのはプレミアのレベルの高さなのか、チームとして活かしきれてないのか、まだ判断できてないわ。仲間のせいで年間アシスト10は損してる。他のトップクラブなら決めてるわ。久保も三笘もタイミングが変、リズムが崩れてるから。プレミアのウィンガーでトップなのエグいって。サッカーは不戦勝で活躍したことになるぬくいスポーツだよな。なお三笘はプレミアリーグ出場59試合11ゴール11アシストでパーマーとデブライネに次ぐ成績。冴えない前半だけ見て寝たよ。確かに代表戦とは別人のようにゴールの期待が持てない選手になってるが、チャンスは作るし守備の意識もかなり高いし、監督としては迷わずファーストチョイスだろうよ。現地映像見てるとポステコが三笘にちょっかい出してるのを受ける有能な日本人目の当たりにしたら欲しくてたまらんだろうな。ドリブルキレキレで3人かわしたところはすごかった。復帰したばっかりでまだ本調子ではないだろうによくやってるよな。怪我せずに調子上げてほしい。キックが下手だから縦を切れば怖さがない。誰でもわかるタイミングってディフェンスしやすくなるだけ。